はい、おはようございます。10月30日になりました。もう10月の相場解説はもう終わったわけなんですが、まあ、多少動いてますけどもね、11月に向けて、しっかりとポジションを決めていこうかと思います。今日はですね、レンジで今月の末が終わりましたので、11月はどのポイントを上回るとバイなのか、どこから下がるとセルなのか、このブレイクオプションをね、決めていこうかと思います。それではね、まずはもう見慣れたこの図からご覧いただきたいと思いますけども、こちらどうぞ。これ日足ですけども、日足はトレンドをぐーっと書いた後で、今ここでね止まってますよね。その横ばいがこの辺りで落ち着いてるというふうに決めていくわけなんですよ。で、横線を引いてここを越えたらブレイク戦略だよってことですよね。いやー、で、4時間の方ですね。4時間の方ですけども、本当なんかご覧いただいているように、まずここのレンジがあって、そこのブレイク終わったらね、今度はここの、あ、ちょっと失礼しました。ここのレンジで今まとまってますよね。うん。まあ、こちらの方にもね、こういった幅がありますんで、ここと大体符号するところで来るのかなと思ったら、若干上の方ですね。まあ、こういう形もありますんで、しっかりと見ておきましょう。おそらくここの濃いエッセンスにぶち当たって、こことここが、まあ、一致してるのかなってことですよね。ここがだから力点になっています。で、1時間です。上下の幅をここで決めていきますよ。まずはね、私の場合はこことここで取りますね。そうすると、まず切り番で入っていきますけども、113円の385を下回ったらセルでブレイクということになりますし、こちらの110円の085を超えて上に行ったらバイでブレイクってことになりますよね。まあこれで大体数字が取れたと思います。まあまとめるとするとこんな感じですかね、今週はね。で、今月の結末はこういう感じになりますんで、そのまま来月のスタートの時にこれを引き継ぎますので、よく数字の方を頭に入れておいてくださいね。113円の385で、下にブレイク。114円の085で上にブレイクということでございます。で、もうちょっとね、慎重に行きたい方は、まあ、上にブレイクするときは114円の140を超えたら、倍の方に入って、下の方は113円の330を割り込んだら、セルにブレイク。こういうふうな形でいいんじゃないかなと思います。まだね、週が明けましたら、相場解説をもう一回してみようかと思いますけども、まあ多分、この考えは変わらないと思いますけどね。じゃあ、今週も、そして今月もお疲れ様でございました。来月またお会いしましょう。でも明後日ですね。はい、いってらっしゃい。